上智大学外国語学部ロシア語学科の4年です。明治大学はヤマピーっていう印象しか正直ないですね。芸能人っていう感じですね。青山学院はすごく元気そうな大学だなっていうふうに思います。まあ一般的に言うチャラチャラしてるいう感じですね。立教と法政はちょっと友達がいないので印象があんまりわからないです。中央大学は遠いっていうイメージがあるんですけど、友達がその法学部か何かに入ってて頭は良さそうなイメージがあります。私は青学を選びたいと思います。理由は友達にすごく天真爛漫ですごく明るい子がいるんですけど、そういう子たちと学ぶことができるならちょっと一回入ってみたいなっていうふうに思います。渋谷に寄ったりして遊んだりする感じですかね。そういうのを過ごしてみたいです、はい、ちょっと申し訳ないんですけど中央大学ですね、ちょっと遠すぎるっていうのがあるので立地は大事かなっていうふうに思います。私自身その上智に通ってて電車に乗る時間が長かったりすると毎日へこむし、都心に近い方が遊んだりすることもできるし、いろいろ見て回ることもできるので立地が大事かなっていうふうに思います。中央大学かななんか誠実そう青学の人ですかね。チャラそうだからです。結構辛いことも多くて大変だと思うんですけど、ここで培ったことは絶対その後の人生の糧となると思いますので頑張ってください。上智大学外国語学部4年の萬月子です。明治大学の印象は牛乳パックみたいな明治っていう、それの印象が強いです。青学はすごいキラキラしてるイメージです。立教は体育会系の感じがします。ちょっとガッツがあるみたいな。中央大学はあんま印象ないです。法政大学はバリバリ働けそうな人が学生のうちからいるようなイメージです。私がもし通うなら立教に行きたいなって思ってます。家から近いので楽だなと思って。行きたくない大学は明治、先生が怖そう。法政上智の近くなんで。難関でも難関じゃなくても入りたいって思った時点で入れるか入れないか 50%50% なんでなんとかなると思います。頑張ってください。乃木はチャンネル登録よろしくお願いします。高校生の皆さん、上智大学でお待ちしてます。